はいどうも、ナビゲーターギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらのダイソーで発売されております、三角形で持ちやすい三角クレヨン12色でございます。今回のですね、もうこの三角クレヨンって言われるものは、まず三角って言われるのがですね、比較的にですね、手にフィットしやすいっていうのがですね、めちゃくちゃいいなと思っておりまして、あとね、一般的なクレヨンって言われるものは、まあ見たこと皆さんあると思うんですけども、結構ね、球体っていう言い方あってんのかな、なんかまあ今手元にですね、リップクリームがあるので、こんな感じのですね、この丸っていうのかな、そういう軸が多いんですけども、まあ三角っていうことでですね、比較的に小さいお子さんとか、まだね、ペンの持ち方とか、箸の持ち方もそうですよね。そういう持ち方がまだまだ慣れてないっていう方にはですね、結構おすすめの商品なのかもなっていうのをですね、まずね、紹介する前にお伝えしておきます。しかもね、こちらですね、まあ110円っていうことで、まあクレヨンでですね、まあ安いし、しかも12色も入ってるっていうのはめちゃめちゃいいんじゃないかなと僕は思っております。両方にですね、テープがですね、ちょっと1本ずつついておりますね。まあこれ開けていくと、でですね、僕はちょっと気になってるのはですね、まあこちらクレヨンとしてはですね、比較的に大きな箱に見えませんか皆さん。僕自身はですね、クレヨンってもうちょっとちっちゃいサイズのですね、クレヨンしかあんまり見たことなかったんですけども、このね、箱で言うとですね、今ここにね、ペン先みたいに見えてるじゃないですか。このペン先からどこまで続いてるかっていうのが問題ですよね。もしね、こんぐらい長かったら比較的にですね、一般的なクレヨンに比べると結構長くてですね、長持ちしやすいんじゃないかなと僕は思っております。なのでね、今からちょっと開けていきましょう。開け方は、まあどっちでもいいか。こっちを開けさせていただいて、オープンします。せーの、オープン。あ、めっちゃ可愛いし、めっちゃ長いね。これめちゃめちゃね、見た目めっちゃ良くないですか？まあちょっとね、入ってるね、順番というか、なんかね、形がそれぞれバラバラな感じはですね、ちょっと気になる部分でありますけど、そこに関しては別にね、誰もがね、気になるところではないと思うので、まあ、僕自身ですね、これね、まずね、見た感じだと、結構ですね、長さとしてはめっちゃ長いクレヨンになってるなと思います。しかも三角形ってめっちゃ持ちやすいね。ここまでですね、大人の方でも持ちやすいクレヨンっていうのは僕自身初めてでございます。しかも12色入ってるっていうことで、これまたですね、めちゃめちゃいいし、しかも白も入ってるっていうのが大きいなと思いますね。まあ、こんな感じでですね、見た目はね、めちゃめちゃおしゃれでですね、結構なんかこのね、軸の部分の紙って言われるものは、もちろんね、安っぽいっていうのはですね、もうしょうがないんですけども、めちゃくちゃ可愛くないですか？ここにですね、三角クレヨンって書いておりまして、トライアングルクレヨンってね、三角形っていう意味なんですけど、まあ、三角のクレヨンっていうことで、そしてですね、紙っていうマークでございますけど、まあ、クレヨンはね、この軸の部分っていうのは紙でございますから、まあ、この軸がですね、だんだん隠れていったら、ここをですね、ちょいちょいってね、ちぎっていただいて、また使っていくって形だと思います。しかもね、クレヨンのですね、独特な匂い、ちょっと待ってですね、アラームが鳴りましたね。2時のアラームでございました。ちょっとね、2時からですね、撮影しようと思ってたので、まあ、アラームかけたんですけども、停止と、OK、こんな感じでございます。まあね、こちらですね、クレヨンって独特の匂いがするなと思うんですけども、意外にね、開けてみると、そこまで匂いはしないかなと思います。ちょっとね、クンクンタイム入らせていただきます。あ、なるほど。なるほど。こんな感じの匂いね。どう伝えるのかな。まず箱を開けた瞬間の匂いっていうのは全然ね、感じなくて、近づくと結構普通に匂うね。でもそのね、独特な嫌な匂いっていうわけではないので、クレヨンだなっていう匂いがします。そのクレヨンだなっていう匂いが皆さんにですね、伝わってるかわかんないんですけども、あ、クレヨンだなっていう感じでございます。どうなんだろうね。ずっと触ってたらやっぱり匂いっていうのは気になってくんのかな？いや、でもね、そこまでですね、これね、正直匂いはしない方なので、全然匂いに関しては問題ないんじゃないかなと思います。あとね、ダイソーさんはですね、結構ね、色のですね、その12色って書かれてるんだけども、何色かっていうのをですね、記載していただけると、めちゃめちゃですね、まあ小さいお子さんとかがですね、使う際に、あ、これ何色なんだっていうのをですね、まあ勉強みたいな形でですね、使えるっていうのもね、いいんじゃないかなと思うのでね、ぜひね、よかったらですね、その、なんだろうね、色の名前とかね、書いていただけるだけでもね、ちょっと全然違うんじゃないかなとか思ったりもしております。じゃあね、もう早速ですが、こちらのクレヨンに関してはですね、まあ一つずつね、試し書きさせていただくんですけども、まあこっちもね、12色あるっていうことで、ちょっとですね、何色かやったらですね、まあ後先ほどは、あとはシーンをですね、皆さんにお見せして、12色全部がですね、ここにですね、描かれた状態で、あとはですね、僕がそのね、12色描いてみた感じのですね、感想というのをね、伝えていければなと思っております。今回ですね、ちょっとね、前回の色鉛筆の時は、あまり準備してなかったんですけども、ちょっと今回ね、2色ぐらいやるときは、このね、スケッチブックのですね、つけてみた感覚っていうのもお伝えしていければなと思っております。まずはこのツルツルしたやつね、こちらのスケッチブックにですね、試し書きしていきます。これはおそらく赤とかね、認識でいいのかな。こちらの赤をまずは試し書きさせていただきます。マジでこの持ち手っていう部分に関してはめちゃくちゃいいね。三角形ってマジでフィットしますよ。大人の方でもフィットするので、ぜひね、これはですね、購入したらですね、体験していただけると嬉しいなと思います。ではちょっとね、赤のクレヨンやってみます。せーの、よいしょ。はい。比較的にめちゃくちゃいいね。しかもなんかね、クレヨンって感じがしないですね。オイルクレヨンとかだと結構ね、ツルツルしてですね、なんかね、油っぽいんだけど、もちろんオイルって言うからね、その油っぽいのがあんまり感じないということで、ちょっとね、伸ばしてみたいと思います。せーの、こんな感じでございます。全然伸びないわ。ちょっとね、伸びを使うね、技法をですね、よくクレヨンでやるよっていう方はですね、もしかしたらおすすめできないかもなと思っております。でもね、発色に関しては全然問題なくてですね、むしろ昨日の色鉛筆よりも発色いいんじゃないかっていう感じでございます。しかも、結構ツルツルの紙とはですね、相性がめっちゃいいなっていう印象があるので、これはですね、僕の中ではね、結構クレヨンの中ではおすすめできるかなと思います。じゃあね、もう一つのこちらのですね、デコボコしたスケッチブックはどうなのかっていうのをチェックさせていただきます。せーの、よいしょー。はい。デコボコしてるということで、このですね、書き味っていうのかな。見た感じはですね、結構ね、デコボコしてるので、このね、ついてない部分っていうのもあるんですけども、これはこれでですね、いい味が出てるんじゃないかなと思います。このね、紙との相性はですね、比較的にこの三角クレヨンはですね、めっちゃいい気がしますね。僕の感覚なので、これは何とも言えないんですけども、ちょっとこっちのですね、デコボコの方でですね、伸びやってみたいと思います。せーの、よいしょー。あ、伸びはしないかな。そんなに伸びないけども、このツルツルよりも若干なんか伸びてる気はするけども、そんなに伸びはですね、期待しない方がいいかなと思います。やっぱりね、これね、発色もいいんだけども、この持ち手部分って言われるのもめっちゃストレスなくてですね、もう書くのが楽しいでございますね。どっちかというと昨日の色鉛筆よりはこちらのクレヨンの方ですね、使っていただくとよりですね、絵を描く楽しさ知れるんじゃないかなと思います。じゃあね、もう一つ、ちょっとオレンジもですね、やってみようかなと思います。せーの、よいしょー。はい。これね、めっちゃいいわ。正直、これめちゃくちゃ描きやすい。マジで、おすすめできるかもしれないですね。正直ですね、この三角形の持ち手っていうのがあってですね、なんかね、クレヨンっていう感じがしないんだよね。でも、このね、発色の良さはですね、マジでめちゃめちゃいいなって思います。めっちゃ描きやすいですし、ちょっとね、デコボコの方もやるけども、これはですね、またね、なんか違う感覚で描けるっていうことで、二つね、楽しめるんじゃないかなと思います。もちろん紙の種類っていろんなものがありますから、ぜひね、皆さんもこれいいなっていう相性があると思うので、ぜひですね、紙もね、一緒にね、探していただけるといいんじゃないかなと思います。結構ね、これね、ダイソーのスケッチブックなんですよね。このマルマンさんのやつなんですけども、こちらね、お値段300円するんですけども、これは別に結構ね、相性いいので、一緒に買うのもですね、おすすめできるかなと思います。こちらもですね、マルマンさんのスケッチブックなんだけども、お値段としては若干こっちの方が高いと思います。でも、そこまでですね、相性は悪くないので、どっち購入してもいいかなっていう感じはしております。あとは正直ね、スケッチブックって100円のスケッチブックもダイソーに売ってるので、そちらをですね、まず最初に買っていただいて、こちらのクレヨンとね、そうした方が200円で済むので、200円でね、こんだけ12色も入ってですね、発色も良ければめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。強いて言うなら、もしかしたらね、この長さって言われるものは、小さいお子さんになると若干重いのかもしれないですね。僕自身はめちゃめちゃ軽くてですね、もうあんまりですね、重さっていうのを感じないんですけども、もしかしたら小さいお子さんだと重く感じる可能性はあるので、そこはですね、踏まえてね、購入することを検討していただけるといいかなと思います。残りのですね、10色って言われるものは今からですね、ちょっと描いてるシーンをですね、皆さんにお見せして、その後ですね、12色の感想をお伝えしようと思います。ここまでですね、正直赤とオレンジしか使ってないですけども、この時点ではめちゃくちゃおすすめできる商品かなと僕は思いますので、ぜひクレヨンに興味がある方はですね、ダイソーにに行った時は探してみていただけるといいかなと思います。見た目もですね、めちゃめちゃ可愛らしいですし、まあ、あとはね、正直使っていって、まあ、若干このね、長さっていうのは気になるので、ずっとですね、まあ、書いていったらですね、若干折れる可能性はあるんじゃないかなと思います。折れてしまった時はですね、結構使い勝手が悪くなってしまう可能性はあるので、まあ、力はあまり加えない方がいいかなと思います。まあ、力を加えないって言ってもね、どうしても力は加えないとですね、まあ、強く書けないっていうのはあるんですけども、まあ、そこは力加減はですね、皆さんのですね、まあ、なんだろうね、まあ、個人差はあるんですけども、絵を描く、そのね、世界でですね、作り上げていただければいいかなと思います。ではね、残りのですね、10色って言われるものをですね、試し書きさせていただこうと思いますので、ぜひですね、そのシーンっていうのもですね、含めて最後の最後まで楽しみください。では皆さんと一緒に残りの10色やっていきます。レッツゴー！最後まで楽しんで！バイバーイ！はい。ということでね、今回このような形でですね、ダイソーの三角クレヨンをですね、ご紹介させていただいたんですけども、試し書きしてみてですね、終始めちゃくちゃ良かったです。全体的にですね、発色も良くって、まあね、気になった点といえばですね、ちょっとね、茶色がですね、あまり僕のイメージとしてはですね、イコールで結ばれなかったっていうのがあるんですけども、比較的にですね、薄い感じのですね、色が出てきたんだよね。茶色に関しては僕は、あまり好きじゃないかなっていう感じなんですけども、まあ、それ以外ね、このね、赤であったり、オレンジであったり、黄色、緑、水色、そしてですね、青だったり、紫、ね、ピンク、まあ、肌色も若干薄かったんですけども、あと黒とかもね、全然問題ないですし、比較的にですね、濃ゆいですね、クレヨンが出てくれたかなと思っております。こちらにはですね、ちょっとね、シーンではですね、見せてなかったですが、スケッチブックでもですね、一応ね、デコボコしてる方の紙でもですね、全部ね、塗ってみたんですけども、こっちの方はですね、結構ね、イメージとまたね、違う感じのですね、タッチ感になったんじゃないかなと思います。なんかね、アナログの絵って言われるものをですね、描きたいっていう方は、もしかしたらデコボコの方がですね、クレヨンらしさっていうのもですね、作り出せるんじゃないかなと思いますので、もしかしたらこのデコボコのね、スケッチブックの方が、なんかね、絵としてはですね、可愛らしいイラストになるんじゃないかなと僕は思っております。正直どっちでもいいかなっていう感じでございました。マジで使いやすいですし、まあ、小さいお子さんにもですね、めちゃめちゃおすすめできるんじゃないかなと思います。まあ、クレヨンのですね、独特な匂いっていうのもですね、そんなにしなかったですし、むしろですね、もうめちゃめちゃ匂うやつはめっちゃ匂うんだけども、全然問題なかったかなと思います。ちょっと試し書きした後のですね、手って言われるものをですね、自分で匂ってみたいと思います。うん。匂うね。まあ、それに関してはですね、クレヨンだなっていう感じの跡をしております。まあ、手に関してはですね、ちゃんとね、クレヨン終わったらですね、手洗いした方が、匂いはですね、なくなると思うので、まあでもね、一般的なクレヨンよりは匂いはそこまでしないですが、若干ですね、やっぱりずっと描いてたりしたらですね、手にはですね、匂いがつくなっていう印象でございます。でもね、気になる点って言われたらですね、その匂いと、あとはね、この茶色い部分に関してだったかなと思いますので、それ以外ですね、マジで全然問題なかったなって思います。まあね、紙とかですね、ちぎってですね、どんな感じかというのはね、試した方がいいのかもしれないんですけども、まだね、使い勝手がですね、めちゃめちゃこのままの方が僕はいいので、まあ、おいおいですね、まあ、このクレヨンをですね、めっちゃ使ってですね、絵を描いたりしたときは、おそらくこのね、紙をですね、ビリビリって破ったシーンっていうのはですね、お届けさせていただこうかなと思います。まあ、全体を通してですね、これが100円でですね、手に入ると思うと、マジでおすすめできる神画材認定かなっていうのが僕の中ではあるので、ぜひね、クレヨン興味ある方はですね、ダイソーのクレヨンから始めるのありなんじゃないかなと思います。僕自身もですね、結構マジで描きやすかったので、なんかね、クレヨンのイメージって、なんか書きにくさっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますし、そのイメージが強すぎてですね、なかなかクレヨンにですね、手を伸ばすことができない方も多いんじゃないかなと思いますけども、比較的にですね、そこら辺のですね、悩みっていうのを解消してくれるクレヨンなんじゃないかなと僕は思うので、ちょっとですね、今のこの今回のね、動画を見ていただいてですね、若干クレヨンね、使ってみようかなと思ってくれた方はですね、ぜひダイソー行った際はですね、探してみていただけるといいかなと思います。見た目もめちゃめちゃ可愛らしいしいですしね、全体を通してですね、比較的に可愛らしいクレヨンでですね、統一されていたかなと思うので、ぜひよかったらですね、こちらのクレヨンを使ってみてください。僕自身もですね、クレヨン画って言われるものはあまりね、登場してないと思うんですけども、またですね、こちらの三角クレヨンね、引っ越してからになると思いますが、使ってですね、絵を描いた動画っていうのもお届けできればなと思っております。あとね、この箱にですね、しまうっていう作業があるので、ちゃんとしておかないとね、クレヨンどこ行ったとかなりますし、あと後ろにね、注意書き書いてるので、直射日光とかね、高温多湿な場所はですね、避けてくださいとかね、お子様の手の届かない場所に保管してくださいって言われるものはですね、比較的にどこの文房具にも書いてることなので、ぜひ守ってですね、注意した上でですね、楽しんでいただければいいかなと思います。僕自身ね、正直一つね、今気になった点といえばですね、ここね、毎回このね、箱をこうやって開けてですね、クレヨン出すのちょっとめんどくさいなと思うので、僕だったら、このね、箱って言われるものはですね、こういう蓋式にした方がいいんじゃないかなと思います。その方がですね、そのクレヨンにですね、すぐね、もう取り出せるっていうのが、やっぱり絵の世界ですね、そのね、なんか自分の脳をですね、活性化するにはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。一回一回ね、こうやって箱にしまうっていうのはですね、確かにめちゃめちゃ可愛らしい箱はしてるんですけども、僕的にはですね、その蓋にした方がクレヨンのですね、使い勝手はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。でもね、正直ね、今回ね、マジでクレヨン自体には問題がなさすぎて、この箱に部分にね、僕なりのですね、意見を入れさせていただいたっていうことで、本当にそこぐらいしか僕がですね、ちょっと気になる点なかったので、マジでこのクレヨンはですね、もう使い勝手めちゃめちゃいいです。おすすめできると思いますので、ぜひよかったらですね、使ってみてください。ということでですね、今回はこのような形でダイソーのですね、三角クレヨンをご紹介させていただきましたけども、終始めちゃくちゃ良かったです。もう僕自身神画材に認定させていただきますので、ぜひね、クレヨン使いたいっていう方はこちらの三角形のですね、ダイソーに販売されておりますクレヨン使ってみてください。では皆さんと一緒にまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思いますけども、明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない。だから一緒に確かめていきましょう。では皆さん、ぜひですね、こちらの三角クレヨンを探して見つけた時はですね、手に取って絵を描いてみていただけるとですね、僕が言ってることが多分わかるんじゃないかなと思います。では皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。三角クレヨン、三角クレヨン。最近なんかずっとですね、同じ言葉を言うのにハマっております。では皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイ。Thank you!